リトスタクイズ問題。しずかちゃんを救うためにパピが手なずけた猫の名前は？ A. ドラ B. クロ。正解は番組の最後で発表。少しだけ不思議な普段のお話。美咲と机の間に事件。落ちこぼれた君もね、気づきあの子も同じ雲の下で暮らした事件。そこによ事件嫌いだけ涙を流して震えながら勇気を叫ぶだろう。だからここに呼び出よう、一緒に冒険しよう。何者でもなくても世界を救おう。いつか時が流れて必ずたどり着くから、君を作るよ。トド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 ラえもん。母の日は仰せなままに。なあみんな、母の日はどうすんだ？え、母の日すっかり忘れてた。うちのママは気持ちが嬉しいから何でもいいって言うんだけど。そうだよ、気持ちだよね。何でもいいってのは、いや一番の無理難題を言われてるのと一緒さ。どういうこと？僕たちは試されているんだよ。ママの本当の願いを汲み取って最高の形で叶えなきゃ。その点僕んちのプレゼントは完璧さ。グルメのママのために僕とパパでオフランスの三つ星レストランからオーナーシェフを呼ぶんだ。とにかく去年の母の日が終わった時から戦いはすでに始まってるんだよ。どうしよう。ママに感謝の気持ちを伝えるにはお小遣いももうないし、肩たたき券、いや草むしり券もつけるか。ん？ドラえもんのかな。うわ綺麗、ママが喜びそう。ん？お試し品ちょうどいいや。ママいつもありがとう。わあ素敵なスカーフ。でもこれどうしたの？その僕とドラえもんのお小遣いを、そのあれやこれやで。あドラちゃんも。ありがとう。まあまあ僕からはこれを。嬉しいわ、みんなありがとう。どら焼きどら焼き、お何か注文してたっけ。今回お届けするのはかぐやスカーフ。これを身につけてお願い事を口にすれば、あら不思議、周りの人があなたの願いを最高の形で叶えてくれるでしょう。かぐや姫のような無理難題でもお任せください。今ならお試し期間の間はなんと無料。お気に召していただいた場合はぜひご購入お買い上げ、ご購入お買い上げ、ありがとうございます。ご購入お買い上げをお願いします。もうこんなの頼んでないぞ。またのび太くんが勝手なことをしないうちに。はいはい、よし、それで安心。いただきます。あんごほんまこかのおきまんま。お茶にしましょう。美味しいお饅頭もあるわよ。いいね。わーい、いただきます。日本の茶どころとして知られる静岡県では茶摘みが始まっています。あら、摘みたての新茶飲んでみたいわね、パパ。え、おせのままに。え、ちょっと行ってくるよ。え、そういえば宿題は終わったの？そのプレゼントも嬉しいけど、ママはのび太がちゃんと宿題をやってくれるともっと嬉しいわ。仰せのままに。
はどう見ても。この宿題絶対に終わらせてみせる。ママのお願いだから。ママのお願い必ず手に入れてみせるぞ。ああなるほど、今日は母の日だもんね。感心感心。ママご覧ください、宿題をやり終えました。わあ偉いわ。何を見てるの。お庭の雑草がね、伸び放題なのよ。なんとかならないかしら。仰せのままに、ママのために根っこ一本残さずむしり取ってみせます。なんだかどっと疲れが。のびちゃんありがとう。あとはゆっくりしてちょうだい。仰せのままに。これじゃあいつもと同じだ。ママに喜んでもらうにはもっともっとゆっくりしなきゃ。そんな大げさな。ほら靴下が汚れてるわ、これも着替えましょう。それにしてものび太くん、なんか変だったな。まさか！今ならお試し期間がついてお得です。なお期間を過ぎると自動的に購入されたものとみなされます。あしからず。おい、なびさま！全日本押し売り組合、やられた。お値段は1年間の契約で500万円。500万。お客様のお試し期間は残り3時間です。なんだって。のび太くん大変だ。うわ、なんだのリラックス。ねえ起きてのび太くん。あらドラちゃん。あ、かぐやスカーフ。北海道のおばさんにお手紙を書いたんだけど、出してきてくれるかしら。俺様は歌をプレゼントするぜ。え、私はバイオリンの演奏を。それじゃママが倒れちゃうよ。その喜びすぎて。ああ、ケーキだった。ママの願いでこの手紙をポストに。本当にポストでいいのか。ポシちゃんと届かなかったらダメダメ、500万だぞ。やっぱりこの手紙は僕が直接届けなきゃ。どこでも逮捕。北海道のおばさんチリセット。いざ北海道へ。絶対にママのお願いを叶えてみせる。母の日って大変だな。よく寝た。布団ママがかけてくれたのか。あれママ。うさぎ。最初からこれでいけばよかった、それより時間が。ママは、出かけちゃってるみたい。まずいよ、もう時間がない。お試し期間が終了しました。かぐやスカーフのご購入ありがとうございます。え、お試し品じゃなかったの。未来の押し売り組合から勝手に送りつけてきたんだ。ああ500万が。500万。なお、お支払いが確認できない場合は直接回収に伺います。ママが危ない。どういうこと。かぐやスカーフを巻いているのはママだ。もしお金が払えなかったらママがひどい目に。ただいま。すっかり遅くなっちゃったわ。500万払ってもらおうか。見つけたぞ。なあ、しまった。追跡部隊捕まえろ。やった。どうなってるの。あの男は未来デパートの名を語る詐欺師です。実は私たちこういうものでして。詐欺対策か。ウサギが。
最近未来デパートを語った押し売り詐欺が多発しておりまして、今回の件も氷山の一角。我々のことはどうぞご内密に。もちろんお支払いの必要はありません。止めよウサギ、これどうぞ。でもウサギでしょ。まったくドラえもんたら勘違いもいいとこだよ。もとはといえば君が勝手にスカーフを。二人とも喧嘩しないの。みんなにお返しがあるの。わあ、前から欲しかったスニーカー。どら焼き。みんなのおかげで久しぶりに出かける時間ができたから。でも今日は僕たちがママのお願いを叶える日なのに。私のお願いを叶える日なら私がやりたいことをしてもいい日でしょ。ママいつもありがとう。パパにもカバンを買ってきたんだけど。そういえばパパは。お目当てのお茶はあったする。待っててくれよママ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ナナミルジュ。のび太さん？ん？何してるの？そんなところで。それがね。ん？かわいい。ここで見つけたんだ。ひどいことする人がいるのね。お腹空いてるのかな？あ？安心だ。そうね。おい、持ってきたよ。チルチルのおやつでごめんよ。よっぽどお腹が空いてたのね。またお腹が空いたのかな。餌をやらなくちゃ。今日はのび太さんの番よ。え？ここんとこ僕と静香ちゃんばっかりだったじゃないか。うまく持ち出せるかな。こないだハムを持ってってママに叱られたからな。どら焼き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 。どら焼き。我慢我慢、あと少しの我慢だ。のび太くん？あ、え、気のせいか。そろそろ時間だ。急げ。ママが留守だといいな。ダメです。え、そうおっしゃらずに。ですから車なんていりません。そこをなんとかご覧ください。うちには止める場所もありませんから。どうか助けると思って。しつこい人ね。この間に。うちは誰も。うわ！何の騒ぎ？台所で何してるの？のび太！弱ったな。無理だったんだよ、僕たちだけで飼うなんて。ちゃんとした飼い主を見つけてやるのが一番だよ。でもこの辺の人にはみんな聞いてみたけど断られちゃったんだよ。弱ったな。弱ったな。誰か飼ってくれないかな。誰か飼ってくれないかな。ん？誰？真似するのは。そっちこそ。お！君はさっきの。うちに来てたおじさん。僕は自動車を売るためにあちこち回っているんだ。でもまだ一台も売ったことがないんだよ。はあ、ん？ねえ、自動車買いたくない？無理だよね。おとなしく待ってるんだぞ。誰か買ってくれないかな。
ついに手に入れたぞ。アマイヤの特選決定スペシャルプレミアムチョコレートカカオ 72%。 これを買うためにドラ焼きを1週間我慢したんだ。これだ。そう、これなんだ。ちょうどいい。これ返せ。まったく、どこに行ったんだ。あ、いた。どら焼きの一個くらいケチ。そうじゃない、犬や猫にチョコレートを食べさせてはいけないんだ。え、特に小さな子犬や子猫には命取りになりかねないんだよ。え、チョコレートだけじゃない、他にもいろいろ危険なものがあるんだ。うん。そうなんだ。ガッ。なるほど、そういうことだったのか。みーちゃんへのプレゼントだったんだけど誰も買ってくれないんだよ。それは君のやり方がまずいんだ。どうすればいいの？教えて。タンタンさん、犬を欲しがってる人を探せばいいんだよ。それがわからないから困ってるんだよ。めえめえ。その人が欲しがっているものが見えるんだ。お、ちょうどいい。ジャイアンは野球盤を欲しがってる。おい、どうしてわかった。へえ、でも野球盤じゃダメだね。行こう。野球盤じゃね。おい。これで犬を欲しがってる人を探そう。欲しがっているのは宝石ばっかり。それ家だ。あの人は違う。猫。惜しい。なかなかいないもんだね。今度こそ。あれ、あの人何か探しているのかな。よし。犬だ。やっと見つけたぞ。おお、おまわりさん。いない。せっかく見つけたのに。よし、こうなったら。これだけいれば必ず見つかるやん。よーし、やるぞ。漫画、いた。お酒、お金、トイレ、ケーキ、オートバイ、消しゴム、あれ、ダメか、自転車、カメラ、望遠鏡、ぬいぐるみ、車、車？いたー。おじさん、車を欲しがってる人見つけたよ。え、車を。そうなんだ、やっと運転免許が取れたんだ。そうですか。どんな車をお求めですか。600馬力くらいでターボ付きのない。ございます、ございます。ぴったりのが。なかなかいないもんだね、犬が欲しい人。うん。あ、何やってるんだろう。かくれんぼかな。なんでもいいからとりあえず撃ってみないよ。うん。ピストル。ピストル、よこせ。あ、お前は撃つぞ。あ。それピストルじゃないよ。え、待て。いやー、助かったよ。ありがとう。君たちのおかげだよ。そんな。あれ、のび太くん、この人さっきの。あ、そうだ。ん、もしかして犬が欲しかったりしませんか。犬。ああ、さっき犯人を見失ってね。
こいつに協力してもらったんだ。それで犬を欲しがってたのか。なんだ。この子たちですか。ええ、強盗に入られた家の方だよ。ありがとう、ありがとう。ありがとう、本当にありがとう。なかなかうまくいかないね。仕方ない、頑張ってまた探そう。うん、あれ、なんだか引っかかった。おじさん。ああ、犬が欲しいの。おお、物騒だから番犬にね。おお、ちょっと待って、早く。おお、賢そうな子だ。うん、なかなか強そうだぞ。お前、うちの子になるかい。あれ、もしかして飼い主が見つかったんだ。よかった。おじさんの子で幸せに暮らせよ。未来がどうとか理想がどうとか、ブランコに揺られふと考えてた。嬉しい悲しいどっち、正しい間違いどっち、夕日にせかされ伸びた影見つめ、公園に一人ぼっち、砂場の街灯よし、しゃがんでわかるはずなくても探した。0点のままの心で暮らして、笑って泣いて答えを知って、満天の星の中僕の惑星、さまよってないでこっちへおいで、涙とミステイク積み重ねの2作ユニバース、玉一つだけ。リトスタクイズ。しずかちゃんを救うためにパピが手なずけた猫の名前は？正解は？そう、クロ。ドラコルル。こうしてドラコルルにさらわれたしずかちゃんを救い出しに行くんだ。のび太のリトルスターウォーズ2021絶賛上映中。土曜午後5時からのドラえもんは、悪魔がくれた奇妙なカード、その名もデビルカード。身長と引き換えにお金をくれる。1ミリで300円か。お前最近小さくなってないか。気のせいだよ。デビルカードの誘惑にのび太くんの運命は。そしてもう一本は、思い通りの絵が描ける見た目まで。で眠っていても描けるんだ。え、ワンちゃんも。ドラ顔じゃんけんスタート。ドラ顔じゃんけんじゃんけん、ドラ顔じゃんけんじゃんけん、ほっぺをアッププー、グーの顔、お口をチュッチュッと、チョキの顔、お顔がワッハッハッハッパーの顔。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。